2024年8月27日、海上保安庁は2025年度令和7年度予算の概算要求の内容を公表したよ。その中に過去最大級の大きさとなる多目的巡視船を建造する計画があることを明らかにするとともに、その巡視船の外観イメージも公開したな。今回は海上保安庁が過去最大の巡視船を導入した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、その公開された外観イメージはこれまでの巡視船のイメージとは大きく異なり、巡視船というよりは強襲揚陸艦のようなもので、広いヘリコプター発着艦用の飛行甲板が目立っていることから、最近中国海警局の艦艇が居座っている尖閣諸島周辺の領海警備における拠点としても利用されるのではないかとの見方が広がっているが、海上保安庁ではそれを念頭に置いた計画ではないとしていて、イメージ図には機関砲などの武装は書かれていないんだ。この多目的巡視船は全長約200メートルで総トン数は約3万トンとされ、現在空母化が進められている海上自衛隊の出雲型護衛艦よりも4000トンほど上回る大きさであり、緊急時には最大で1000人を輸送可能で大型フェリーのようにバスや大型の緊急車両を搭載するスペースも設けられ、搭載ヘリコプターは最大で3機、その他にゴムボートなどを多数搭載するとされているね。日本政府は昨年、自衛隊と海保の連携のあり方を定めた統制要領を策定し、その中において有事の際の海保の役割を住民の避難や人命救助などと制定していて、この新たな多目的巡視船が完成すれば、自衛隊と合同で訓練を行う方針みたい。さらに海上保安庁では近年多発している多数の外国漁船による違法操業や、大規模災害発生時の住民の避難対応など、重大事案の対応体制を強化するため海上における拠点として必要な巡視船であるとしているほか、G7 首脳会議サミットのような大規模なイベントにおいて海上警備が必要とされる場合には、周辺で活動する船艇や航空機への指揮機能も持たせるらしい。海上保安庁による予算概算要求には、この多目的巡視船の整備費用として34億3000万円を新規に計上したが建造費総額は680億円に達するものとみられ、2029年度の収益を目指すとしているな。海上保安庁においてこれまでで最大の巡視船は、2013年11月28日に就役したヘリコプター2機搭載型巡視船 PLH-32 秋津島だぜ。秋津島は総トン数7350トン全長 150.0 メートル全幅 17.0 メートル深さ 9.0 メートルの船体2種機関として、ディーゼルエンジン4機を搭載して最大速力25ノットを発揮し、航続距離は2万海里以上とされているね。兵装として70口径 40mm 単装機銃を2機、20mm 多重心機銃も2機搭載されているほか、船橋ウイングなども含め、船内各所に 12.7mm 機銃用の銃座が配置され、それらの他に格納庫の両舷と船首側の 40mm 機銃座の両脇に高圧放水銃も備えているよ。なお秋津島は、2015年平成27年4月8日から9日に天皇皇后両陛下によるパラオ行幸啓において、両陛下の宿泊施設として使用されたことがあり、この措置はパラオ国際空港と両陛下の訪問予定先の太平洋戦争における激戦地ペリユー島との距離が離れすぎていることによって、移動にヘリコプターを使用する必要が生じたためで、天皇陛下の外国訪問に際して海上保安庁の巡視船が使われたのは初めてのことだったぜ。これに合わせて秋津島においては、高齢の天皇皇后両陛下の動線に当たる可能性がある船内設備にスロープや手すりを設置するなどして、船内をできる限りバリアフリーになるよう図られたほか、艦内で最も広い個室である船長室に大きいベッドを入れて両陛下が宿泊できるようにした上に、共に宿泊する自重、旅館、医師などのための寝室も用意され、トイレを温水洗浄便座に変更するなどの改装も行われたのであるが、多目的巡視船が就役すれば、このような場合に改装などを実施する必要なく利用することが可能となるほか、有事の際には病院船としても機能すると見られているな。なお、
多目的巡視船においては通常の巡視船よりも多数の乗組員が必要となる見込みで、海上保安庁の定員は年々増やされているものの、その反面離職者も多く発生している現状から領海警備や海難救助に必要な人員確保が懸念されているのであるが、海上保安庁担当者は多目的巡視船の運用に問題はないとしているらしい。このように海上保安庁では多目的巡視船について、尖閣諸島警備ありきの建造計画ではないとしているものの、近年の同諸島周辺における中国海警局艦艇による領海侵犯などの行動は目に余るものがあり、巡視船による警備体制の強化の必要性が叫ばれている中、海警局艦艇の大型化と武装強化が顕著となっていて、これまでの巡視船では対処が難しくなっているんだって。海警局では海警2901と艦番号が書かれた戦闘艦で言えば巡洋艦級である1万トン級の大型艦2隻を保有しており、これら2隻には76メートル砲とみられる戦闘艦並みの主砲が搭載されていて、海上保安庁の船から1500トン級巡視船では対抗できないほどの強武装いるよ。そのため海上保安庁では、石垣海上保安部に近い鹿児島海上保安部第10管区に6000トン級のヘリコプター搭載型巡視船6隻を配備して、尖閣諸島周辺領海の警備体制を強化しているんだ。そのうちの1隻である弓張は、ヘリコプター搭載型巡視船 PLH 巡航型の3番艦として、山口県下関市の三菱重工下関造船所で2020年3月9日に寄港され、2023年2月21日に浸水し、同年11月30日に就役した。海洋で長期間の任務に対応することが可能な最新鋭大型巡視船だな。総トン数6742トン、全長約140メートル、最大幅 16.5 メートルの船体に、CODAD 方式の機関ディーゼルエンジン4機が搭載されており、3万6000馬力の出力と2軸の可変ピッチプロペラによって最大速力25ノット以上を発揮するぜ。遠隔操作が可能な放水銃や同じく遠隔操作による監視最小装置に赤外線操作監視装置など最新の機器が装備されているほか、ユーロコプター EC-225 シペルピューママーク2プラス、コプター EC-225 スーパーパママーク2プラス2機を搭載ヘリコプターとして運用し、武装には70口径 40mm 単装機関砲1機と 20mm 多方針機関砲2機が装備されているのであるが、これでは 76mm 砲が搭載されている海警局の1万トン級の艦艇との間で万一砲撃戦となった場合、全く歯が立たずに一方的に撃沈される可能性が高いと指摘されているようだ。中国は2020年11月に開催された全国人民代表大会において海警法を発表していて、その中で自国領海内での中国公船の武器使用を認めるとしたんだけど、中国は尖閣諸島を自国領と主張しているため、尖閣諸島の領海内を航行する海上保安庁巡視船や漁船などに対して排除しようと、この海警法を根拠として一方的に実力行使に出る可能性があるとする指摘もあり、現状ではその際武装が貧弱な巡視船では対抗できないんだ。中国の公船が海上保安庁巡視船のみならず日本の民間漁船に対して発砲することを、中国側が自国領土において国内法に従って武器を使用したと主張して正当化することは十分に考えられるよね。2023年は海警局の艦艇が尖閣諸島周辺で確認されたのは通算で352日となり、2012年に日本政府が尖閣諸島を国有化して以降の年間における過去最多回数を更新し、2023年1年間の尖閣諸島周辺の接続水域で確認された中国海警局艦艇の延べの隻数も1287隻となって、やはり過去最多を更新したぜ。中国海警局では、中国海軍から払い下げられた水上戦闘艦を配備するなど艦艇の大型化と攻撃力の増強を図っているが、それに対抗するために海上自衛隊の護衛艦を尖閣諸島に貼り付けることは中国海軍の介入を招く事態になりかねず、海上保安庁が独自に対応する必要があるよな。そのため3万トン級の大型の多目的巡視船を尖閣諸島近辺に遊翼させておくことは有効であり、
今回発表されたイメージ図には描かれていない強力な武装を有することが必要であるとする見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。